石膏、石膏、石膏、ジプスサム、ジプサムとは、硫酸カルシウム、コスを主成分とする鉱物である。硫酸カルシウムの1、2水和物がバサ2濃、コス0.5歩、2水和物が石膏、コス2歩、無水物が高石膏、コス。これら硫酸カルシウムの核水和物及び無水物をひとまとめに、石膏という場合もあるので注意を要する。 硫酸カルシウム1、2水和物、コス1、2法、半水石膏、小石膏、またはバサニコク、バサニテという土壌中及び溶岩内から発見されている。半水石膏は、水と化学反応しに水石膏に変化する。骨折時の治療用具としてのギプス、型取り用の石膏は、粉末状の半水石膏を水と反応させに、水石膏、単に、 石膏とも言うとして硬化させたものある。日本薬局法では小石膏として記載されている。豆腐の凝固剤としても用いられており、中華人民共和国南部や台湾などでは豆腐下など、日本では絹ごし豆腐といった柔らかい豆腐の製造に適する。これは溶解して、イオン化し、塩石効果を発揮する速度が苦りよりも遅いため、 濃厚な豆乳の全体を均質に凝固させ、安いからである。硫酸カルシウム二水和物、コス二方に水石鉱、南石鉱、または単に石鉱、ジプスサム、競技の石鉱という、比重2.23ロム色の結晶、高度1.5から二、水に濫用、単車小計に属する。二水石鉱は、加熱、160摂氏170度により、 水分を失い、反水石膏に変化する。天然には、温泉作用や蒸発岩の一種として生じる。蒸発岩としては陸地に閉じ込められた海水が干上がる。ことによって、溶解度の関係から、炭酸カルシウム、石灰岩、硫酸カルシウム、石膏、塩化ナトリウム、岩塩の順で沈殿し、それぞれの地層を作る。石膏は、南洋ではあるが、 0.2g、100cc 程度の溶解度を有するため、石膏の地層が広く露出した地域では、長年月の間に雨水による溶解が進行し、石膏カルストが発達する。天然には、単結晶の他に結晶集合体が生じ、透明のものを透明石膏、セルナイト、セルナイト、繊維状のものを繊維石膏、サテンスパル、細かい粒状のものを石化石膏、 アラバスター、アラバスターと呼ぶ。セレナイトは巨大な結晶として産出されることから、窓用として、アラバスターは彫刻の素材として、古くから用いられてきた。また、排気ガスの脱流過程、臨済系化学肥料の製造工程、精塩でも生じるためこれらは回収される。また、生薬として、漢方薬に配合されたり、防火用の石膏ボード、彫刻などに使われる。 石膏ボードは建築材料として幅広く用いられる材料であり、防火性、遮音性に優れている。石膏ボードには約21%に相当する結晶水が含まれており、これが耐火性に大きく寄与している。近年、建築物の建て替えに伴い発生する廃石膏ボードが廃棄物処理場の地下水に生息する硫酸塩還元細菌に代謝されて、 硫化水素を発生し環境上の問題となっており、リサイクルなど廃棄物化させない処理方法が研究されている。ラスボードとは塗り壁の下地に使用される高秋石膏ボードのことである。左官材の付着を良くするために穴が開けられている。指向性、耐火性、遮音性に優れている。水構成で凝縮も早く、 乾燥における収縮が少ないため亀裂が生じにくく、仕上がりが白く、美しいという特徴がある。居室の湿度をコントロールする、優れた調湿性能があり、結露防止効果、シックハウス症候群の原因となっている、ホルムアルデヒド濃度を低減、吸収分解する効果もある。単に、プラスターといった時は、石膏プラスターを刺し、小石膏、 硫酸カルシウム0.5水和物に効果を遅らせるための凝結遅延剤として、ふのり、ゼラチン、デンプン、放射などを添加したもので、上塗り用として使われ、砂を混合して、下塗り用ともする。さらに、無水石膏、硫酸カルシウムに効果を早めるための凝結促進剤として、石灰、廟板、ポルトランドセメントなどを添加しても用いられる。プラスターとは、 鉱物質の粉末と水を練り合わせた塗装原料で建築の壁面塗装、プラスター塗り壁や装飾物の仕上げに用いられる。最も古い建築技術の一つでエジプトのピラミッド、キリシアの建築などにも用いられた。石膏を取材にした石膏プラスターと白キララを焼いて水は熟成させたドロマイトプラスター、小石灰、水酸化カルシウムに、ふのり、 角の股などを添加し、繊維質を混合した石灰プラスター、漆喰がある。天然の二水石膏は、日本薬局型に医薬品名、石膏として記載されている木薬である。天然物であるから、純粋の硫酸カルシウムに水和物ではなくケイ素、アルミニウム、鉄などの化合物が少量含まれる。生薬としての石膏は、 下熱作用や止めかつ作用などがあるとされる。石膏を含む漢方包材は、蓄養石膏油、防風通生産、朝っ甘いし油、気鏡石膏など、多数ある。無水硫酸カルシウム、コスを、無水石膏、または高石膏、アンハイドライトという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。